任天堂スイッチの任天堂のオンラインの加入者限定サービス、そしてスーパーファミコンのが出てきました。ファミコンのはあったんですけれども、スーパーファミコンのは今回新しく出てきました。今日からです。しかし、まあこれで一つ言えることは、 3DS のバーチャルコンソールのスーパーファミコンが思いっきり出なくなることは確定ですね。カービーボールもありましたし、スーパーマリオカート、ヨッシーアイランド、スーパーマリオワールド、メトロイド、ゼルダの伝説、神々のトライフォース、星のカービィ3、確かこれも3DS のバーチャルコンソールの中に入っていましたから、まあついでにもっと言えば、スーパーファミコンのバーチャルコンソールもあれ以上のタイトルは出てきそうにないということも分かりました。まあでも自分自身としてはめちゃくちゃ嬉しいですけどね、これ。ただ一つ言えるのは、これがまあ加入者限定ですから、まあただ任天堂の戦略であることだけは間違いないですね。なかなか入ってくれないということでしょうか。まあラインナップとしては、 F-Zero、 カービーボール、スターフォックス、スーパー EDF、 ファミリーテニス、フォーメーションサッカー、ぷよぷよ2、マリオカート、ヨッシーアイランド、マリオワールド、スーパーメトロイド、ゼルダの伝説、戦い原始人、超魔界村、デモンズブレイゾン、パイロットウィングス、ブレスオブファイヤー、星のカービィ3、ラッシングビート、ワイルドトラックスですね。ただあの、このブレスオブファイヤー、これ2はある意味ゲーム史上最速で超入を出したゲームでもあります。 HHF カップとかっていうキャラクターが 1.5 メートルの持ち主。まあ多分日本で最速でしょうね、そのクラスの胸を持ってるキャラクターを出したのは。まあ不定期で追加を予定しています。最初はさっきの20タイトルですが、まあこの後どんぐらい出てくるかですね。まあ任天堂のソフトはほとんど多分出てくると思います。まあ何が出てくるか楽しみですね。